皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。季節は秋に変わり乾燥シーズンに突入です。これから外気が徐々に冷たくなり空気が乾燥し始めます。お肌が突っ張ったりカサカサして粉吹きなどで悩まれる方も多くなると思います。乾燥肌はお肌の水分と油分が不足している状態のことを言います。そのため乾燥肌のケアでは水分と油分を補うことがとっても大切です。今日の動画は私がお肌の乾燥を感じるときに行う肌ケア方法を紹介します。スキンケアだけではなくインナーケアも取り入れています。ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは動画を始めます。スタート。乾燥肌の原因は先ほど挙げた外気や暖房の乾燥の他にも加齢や食生活、生活習慣、体内の水分不足、間違ったスキンケア、様々な理由によって乾燥肌が引き起こされるので、乾燥肌の対策は外側からのスキンケアと内側からのインナーケア、両方にアプローチをかけていきます。外側からのスキンケアでは正しい保湿を行っていきます。しっかりと保湿をしているはずなのに乾燥を感じてしまう方はもしかすると水分が蒸発しているかもしれないです。水分を補っても蒸発してしまっては余計乾燥を感じてしまいます。そのため補った水分を抱え込んで蒸発を防ぐ働きがあるセラミドやヒアルロン酸、コラーゲンなどを意識して選ぶことで長時間潤いをキープすることができます。現在使用している化粧品、これらの成分が入っているか今一度確認してみてください。それでは私が実際に使用しているアイテムを使ってスキンケアを行っていきます。乾燥肌の時のクレンジングは肌の潤いができるだけ逃げないよう、そして摩擦を抑えるためにダブル洗顔不要のアイテムを選びます。また洗い上がりはしっとり感が欲しいのでクリームタイプやバームタイプを選ぶようにしています。乾燥肌の時に使用するのがこちら、 DUO のザ・クレンジングバームです。クレンジング、洗顔、角質ケア、マッサージ、トリートメントの5役をこなす多機能クレンジングです。こちらはポイントメイクもスルリと落とすことができるんですが、肌の負担を抑えるためにポイントメイクリムーバーを使用します。コットンを2枚重ねにしてお肌への負担を軽減していきます。コットンにしっかりと含ませます。ポイントメイクリムーバーとメイクをなじませるのがポイントです。なじませることでスルリと落とすことができます。なじませがないと何回もこすって落とすことになるのでお肌に負担がかかってしまいます。こんな感じでアイメイクとリップメイクを出していきます。そしたらクレンジングバーム多めに取ります。多めに取ることで肌の負担を抑えることができます。手で温めてからお肌にのせていきます。デュオのクレンジングはお肌に優しいんだけど汚れをきちんと落とすことができます。肌の上で滑らかに伸びるので肌の負担が少なく感じられます。毛穴が気になるところは優しくくるくる円を描きながらケアをしていきます。毛穴よりも小さいカプセルが配合されているので毛穴汚れを洗い流すことができます。洗い流しは熱湯だと乾燥してしまうので人肌よりも温度が低いぬるま湯を使って洗い流していきます。はい、洗い流してきました。こんな感じでしっかりとメイクは落としているんですが、セラミドをはじめ水分保持効果の高い美容成分が配合されているので洗い上がりは突っ張り感を抑えしっとり感を感じられます。ダブル洗顔不要なのでこのまま水分補給をしていきます。クレンジング後やお風呂の後っていうのはすごくお肌が乾燥しやすい状態です。1分1秒でもすぐに化粧水で保湿をしたいのでスプレータイプを使います。使用するのはキュレルのディープモイスチャースプレーです。セラミド機能成分配合の化粧水がきめ細かいミストとなって出てきます。そのため手早く水分チャージを行うことができます。夜のスキンケアでは浴室の、ね、扉を開けた瞬間からお肌は乾燥が始まるので浴室内でシューッと吹きかけています。肌にスッとなじみ角層への浸透の高さが感じられます。肌荒れを防ぐ消炎剤も配合されています。さらにシートマスクでじっくりと水分補給を行います。使用するのはキュレルのモイストリペアシートマスクです。先ほどのモイスチャースプレーと同じくセラミド機能成分と消炎剤配合で潤いの集中ケアができます。こちらのシートマスク設計に細かい配慮があります。デリケートなお肌にも優しい素材を使っていて
いろんなところに切れ込みがあって、お肌にね、しっかりと隅々までフィットします。でね、またこのどこでもケアシートっていうのがここについていて、これをね、切り取ります。よいしょ。こんな感じです。目元の隙間とか鼻の隙間を埋めてきちんとケアができます。まぶたもしっかりと覆えてまぶたのケアもできます。で、ただシートマスクつけるだけではもったいないので、ハンドプレスを行い浸透を高めます。1箇所につき5秒間ほどじっくりと温めます。放置時間を長くしてもシートが乾き、今度は肌の水分がシートに奪われてしまうので、メーカー推奨の時間を守りましょう。10分から15分放置することで潤った肌に整います。余った液をなじませていきます。とろみ系の化粧水を何度も何度も重ねたような、そんな肌に仕上がります。とにかく優しいのでお守り的存在です。この後も美容液を使い、潤いを与えながらも保湿ケア、そして年齢に応じたエイジングケアも行っていきます。使用するのはリノアージュのラメラモイスチャーセラムです。水分保持効果の高い保湿成分であるセラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、それぞれ2種類ずつ配合されているため、乾燥肌でも長時間潤いをキープすることができます。また酸素乳化法という独自技術で、成分を肌の構造に近い酸素球状ラメラ構造を採用し、肌と似た構造だから肌なじみが良く潤いが届きやすくなっています。砂漠で潤いを保ちながら生き抜く植物アイスプラントの成分を配合し、ミネラルと潤いをお肌に届けます。ではこちらを温めてから使っていきます。ジェルのようにみずみずしく潤いを感じながらも、クリームのように高保湿で美肌ケアが行えるクリーム状美容液です。滑らかに伸びるのですごくね、使い心地がいいです。アロマのように香り高く、スキンケアの時間が特別な時間に変わります。目元もキワキワまで重ねていきます。では残った美容液をなじませてハンドプレスを行っていきます。美容液もハンドプレスを行い、保湿効果を引き出していきます。肌が潤ったサインでお肌がね、冷たく感じます。で、乾燥が気になるところはもう一度重ね塗りをします。しっかりと保湿されるのでアイクリームいらずです。基礎化粧品の中でも美容液は一番美容成分の配合が高いので、何を選ぶかがとっても大切です。まるで潤いの膜が張られているような感覚で、すごく心地がいいです。正直これ一つだけでもかなり潤うので頼もしいアイテムです。最後は保湿剤を使用していきます。乾燥が気になる時は油分もしっかりと補いたいので、油分の配合が多いクリームタイプを選びます。ライスフォースプレミアムパーフェクトクリーム、水分が蒸発しないよう蓋をする気持ちで重ねていきます。ライスパワーナンバー11エキス配合で、セラミドと同じく水分保持機能効果があります。ではまず温めてから全体に塗布していきます。隅々まで丁寧に広げていきます。まるでバターのように肌の上で溶けます。こっくりと重たいんだけど軽い、朝でも使いやすいクリームでお気に入りです。今すごく潤っていて、お風呂の中にいるような感覚に近いです。ただ潤っているだけではなく、成分はヒアルロン酸、セラミド、コラーゲンなど水分保持効果の高いものを使用しているからこそ、長時間潤いが続きます。そのため乾燥に負けません。乾燥が気になる方はぜひ真似してやってみてください。このようにスキンケアを行ってきたんですが、スキンケアをしっかりとやっていても実は盲点なのがインナーケアです。体調が悪くて食事を口にできなかった時、お肌もガサガサと不調になった経験はないですか？私たちの体は食べたものだったり飲んだもので体ができています。スキンケアと同じく内側からのケアも大事だと私は考えます。ジャンクフードは控え、毎日栄養のある食事、良質な油を摂るように心がけて、また水分補給もこまめに行っています。そうというように内側からも水分と油分を摂っています。当たり前ではあるんですが、睡眠をしっかりとり、適度な運動をすることで健康的でストレスの発散にもなります。なんか肌が乾燥して不調だなって思った時は、スキンケアも含め生活習慣なども見直すようにしています。
という感じで私の乾燥肌ケアを紹介させていただきました。お肌は日々変化をしているので、私はその日の肌状態に合わせ基礎化粧品をチョイスし、最適なケアができるよう心がけています。乾燥肌の日はリノアージュラメラモイスチャーセラム、定番のアイテムになっています。こちら商品の詳細は下の概要欄からご覧いただけます。気になる方はぜひチェックしてみてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。